アンカーが相手ではありますが、立ち上がりから瞬き厳禁の世界前哨戦です。ナンバーワン、第621回ダイナミックグローブメインイベントフライ級の10回戦、世界を見据えた有利悪意正誤の世界前哨戦です。まずは右大きく伸ばしていきました。赤のグローブが有利悪意正誤です。現在 WBA フライ級の1位に名を連ねています。今日の対戦相手は青のパンチンググローブ、フィリピンからやってきましたジェイソン・バイソンです。この試合も引き続き元世界チャンピオンの2人、セレス小林さん、山中慎介さんとお届けしてまいります。セレスさん、はい、まずはこの有利悪意の世界前哨戦、どんなところを期待しますか？そう、相手も世界ランカーですからね、はい、まあ、パンチは、ね、もらわずに、ね、勝利してほしいですね。パンチをもらわずにですか、はい、山中さんは今日の試合どんなところを期待しますか？はい、選手は一発のパンチ、右ストレートなんてすごく破格的な、パンチの強さはありますけど、はい、技術的にも本当に素晴らしくて、まあ、ガードも硬いんで、まあ、力の差をしっかりと、見せてもらいたいですね。はい、右ストレートを中心にここまで 11KO を積み重ねてきました有利悪意正誤です。まずは左のジャブから右のストレートを一発出しました。コーナーを背負わせた。ただジェイソン・バイソンも左を一発返してきます。 11KO のうち9つが第1ラウンドでの KO です。先日 IBF 挑戦者決定戦を制しました矢吹正道のことも5年前の1ラウンドで倒しています。2019年に日本チャンピオンになった際も王座決定戦を1ラウンドで終わらせている有利悪意正誤です。左を伸ばしていきます。今日が文字通り世界前哨戦、やっとここまで来たと。ここでもたもたすると時間がかかってしまう、世界のベルトまで一気に行きたいと話していたのが赤の有利悪意です。後楽園ホール、静けさの中に鈍い音が響き渡りました。距離を詰めていくのが有利悪意、うん、右を伸ばしていく。セレスさん、いい右が今一発入りましたね。やっぱ体の馬力、パンチの馬力という点では、ね、やっぱ有利選手の方が、ね、1枚上ですね。はい、左を伸ばしてきた、大きく右を振ってくるこのジェイソン・バイソンです。山中さん、このジェイソン・バイソンが変則的な動きをするという話もありましたが、はいはい、そうですね、普段からこう L 字ガードをして、はい、本当にディフェンスには自信があるんでしょうね、うん、ただ悪意選手相手ということで、はい、少しL 字ガードではなくガードを上げたり、ディフェンスの意識は高いですよね。そのあたり有利悪意に対して対応をしてきましたジェイソン・バイソン、24歳です。まあ、スピードは、ね、あるんですけど、はい、若干、ね、パンチがちょっとオープン気味ですね。あ、そうですか。そのあたり有利悪意からしますとどのように対応していくといいでしょうか？しっかりブロッキングをすれば、ね、それほど怖くはないと思いますね、うん、はい、ここもブロックをしながら右を伸ばしていく。ここまで11人のボクサーを沈めてきた、右ストレート伸ばしていきました。世界前哨戦、得意な第1ラウンド、パンチを伸ばしていきます。右を返してきたところで第1ラウンドが終わっています。今日が世界前哨戦、世界タイトルマッチを見据える WBA フライ級1位に名を連ねます有利悪意正誤です。有利のリングネームは、まあ、顔や体つきが元 WBC、 こちらですね、世界フライ級チャンピオン、9度の防衛を果たしているユーリ・アルバシャコフさんに似ているということで、地元の格闘技好きの先輩に名付けられたというユーリ悪意正誤です。衝撃を受けるような試合をされていた方にあやかったリングネーム、自分も名前に恥じないインパクトのある試合をしたいと、そう意気込んでいました。名前をいただいたその先輩もたどり着いた世界のベルトへ、今日世界前哨戦を戦います。さあ、第2ラウンドが始まりました。お互いジャブを伸ばしていく第2ラウンドです。大きく振ってきたジェイソン・バイソンです。僕は全てのパンチが得意ですと、そう話していたジェイソン・バイソン、ここまでは11戦10勝5 KO 1引き分けがありますので、キャリアの中ではまだ負けがないという青のフィリピン、ジェイソン・バイソンです。山崎さん、はい、その青バイソン陣営、1ラウンド中よく聞こえたのはゴーロー、下に打っていこうという言葉です。ああ、そうですか。今もボディを打ってきました。セレスさん、このジェイソン・バイソン陣営の狙いというのはどのように受けますか？やはりちょっと上の、ね、大きいパンチが目立つので、はい、それも、ね、含めて、ね、下も、ね、打っていこうという意味じゃないですかね。ああ、そうですか。
ここは左、そしてストレートを伸ばしていきます。山崎さん、はい、一方赤の有利悪意陣営ですが、落ち着いていこう落ち着いていこう、いい距離だという声が飛んでいます。はい、矢野さん、この距離感についてはいかがですか。はい、いや、選手、スタートから、距離の詰め方、ジャムのタイミングなんかも非常にいいんで、はい、そこから、下のパンチ、右ストレート以外にも下のパンチというのも、悪意選手いいものを持ってるんで、はい、ジャブから下つなげて、いかにこう右ストレートを当てていくかというのを考えてほしいですね。あ、そうですか。山中さんも、ゴッドレフト、ジャブから数々の左で相手を沈めてきました。ユーリ本人も右ストレートにつなげる左ジャブを磨いてきたという今日の話です。今の距離感としてはね、爪悪い選手がすれば詰めすぎず離れすぎず、はい、いい距離ですよね。自分のパンチが当たるけど、相手のパンチはよく見えるという距離ですよね。ナイス、いいパンチが当たりました。拍手が起こった後楽園ホール、今日のメインイベントです。岡山の倉敷森安ジムに所属しているユーリアクイ聖吾、左のボディいいですね。はい、世界を見据えて左を磨いてきたというユーリアクイです。ここも左を出していく。またガードも、はい、またガードもしっかりって、ディフェンスも本当にいいんですよね、アクイ選手も。ナイスアップ、距離を詰めていくのはユーリアクイ。左から右を伸ばしていきました。ワンツーを見せたユーリアクイ。ただジェイソン・バイソンもガードの上から細かく当ててきます。左のボディ陣営から、指示があったこのボディを打ってくるジェイソン・バイソンです。ナイスジャブですね。あ、カウンターが当たりました。さあ、相手を下がらせたユーリアクイ、右を当てます。ここもジャブから左のジャブ。さあ、標識が鳴りました。残り10秒、ちょっと顔をしかめたかジェイソン・バイソン。ギアを上げてくる、ガードリーなしで、ここで第2ラウンドが終了しています。フライ級の10回戦世界前哨戦お届けしています。有利悪意聖吾に対して、こちらジェイソン・バイソンが今日立ちはだかっています。この連打、回転率の高さを見せつけてきているジェイソン・バイソンです。2016年に18歳プロデビュー、ここ 2,3 年は対戦相手のレベルを上げ、対戦後に IBF 世界チャンピオンにもなったクアトロとも引き分け、去年6月にはライトフライ級のアジアチャンピオンにもなっています。こうした世界ランカーとの対戦もあった中で、キャリアでは負けがありません。そのフィリピンからやってきましたジェイソン・バイソン、24歳。さあ、第3ラウンドのゴングが鳴らされました。ユーリアクイ聖吾にとっては今日が世界前哨戦です。2019年に日本フライ級王座決定戦を制しまして、日本チャンピオンになりました。その後も大橋ジムのホープ桑原拓、そして先日引退を発表しました元日本チャンピオンの小川拓也などを退け3度防衛、先月1月4日に日本のベルトを返上し世界挑戦に専念しています。ここはジェイソン・バイソンがギアを上げてきました。上下の内訳、ユーリアクイが見せます。山崎さん、はい、赤のユーリアクイ陣営ですが、左のジャブをかなり高評価しています。そして距離が近くなったときは落ち着いて距離を取ってもいいという声です。ああ、そうですか。今も左のジャブを出しました。山中さん、はい、陣営としてもこの左のジャブはいいという評価ですね。そうですね、プレッシャーをかけながらいいタイミングでジャブを打てていますね。自分は右を評価されるが、ぜひ左を見てもらいたいと本人も話をしていました。左のジャブをまた出していきます。一度グローブ合わせましたジェイソン・バイソン、 WBC ライトフライ級の16位、そしてアジアチャンピオンでもあります。そのジェイソン・バイソンを後ろに下がらせたユーリアクイ、アクイ選手がずっとプレッシャーかけてますから、はい、ジェイソン選手はですね、やっぱパンチ打たれなくても疲れる状態でいるんですよね。あ、そうですか、はい、手数で見ますとユーリアクイの方が少なく見ますが、この場面ではバイソンにプレッシャーがかかっていると、そうですね、
数は出してくるバイソンです。現在は、はい、現在 WBA のフライ級1位に名前を入れているこの有略伊勢吾です。マセレさん、このままいきますと現在指名挑戦者の位置にもつけています。今後世界を見据える人だと思いますが、瀬さん、今後のこの有利悪意への期待というのはどうでしょうか。う、今1位にいますから、はい、絶対に負けられない試合なんですけど、それでもその、ね、きちっとした勝ち方ですよね、はい、それを見せてね、やはり日本も卒業したわけですから、もうその世界に向けてねアピールしたいところですよね、はい、アイスボディ、あのボディのタイミングでいいですね。ボディそうですね、近づいた時のいいタイミングでこのボディを打つことで、うん、また右ストレートも確率も上がりますよね、はい、まあ、得意である右ストレートにつなげる、そのボディやジャブを出すことができるかどうか有利悪意です。あのリードパンチがちょっとカウンター気味に当たるので、はい、ジェイソンなかなか前来れないんですよね。あ、そうですか。この辺りも下がっているのはジェイソン・バイソン、プレッシャーをかけ続けている有利悪意程度です。赤コーナーの有利悪意整合、まあ、父和彦さん、叔父の赤澤孝之さんも共に元プロボクサーです。中学2年生の時にそろそろやってみるかと父に声をかけられ、本格的にボクシングを始めました。こちらが父の和彦さん、今日セコンドについています。まあ、怖さはあったけれど日々いろんな発見があってとにかく楽しかったと、その当時を振り返ります。父や叔父も届かなかった日本のベルト、さらにはその先への挑戦です。倉敷森安ジム所属の有利悪意整合、岡山から世界チャンピオンへ、その挑戦が続いています。4名ラウンド4勝利だけではなく内容が求められる世界前哨戦、第4ラウンドのゴングが鳴らされました。ここは差し合う形になった。プレッシャーをかけていく有利悪意整合、タイミングを伺っているのはジェイソン・バイソンです。右を大きく打ってきたジェイソン・バイソン、差し合いになりました。対戦相手は WBC ライトフライ級の16位、世界ランカーでもあります。キャリア無敗のフィリピンの選手を相手に、どんな内容で勝利を収めるでしょうか。有利悪意成功です。山崎さん、はい、赤の有利悪意陣営ですが、やはりジャブを先ほどのラウンド高評価しています。うん、ジャブの後今度はボディという声が次から飛んでいます。あ、そうですか。やはりこういったストレートにつなげるまでのジャブ、それからボディというのが陣営としても声が上がっています。山崎さん、一方の青バイソン陣営ですが、ラウンド間に掛け声は少ないです。ただロープを背負うと頻繁に声を大きくかけます。ああ、そうですか。まあ、陣営もこの辺り劣勢というのは少し気にかけているかもしれません。有利悪意整合、身長163センチ、バイソンが157センチ、両者の間には6センチの身長差があります。今悪意陣営ここまでにいい戦いできてますから、はい、ここからもうちょっとレギュラーあのギアを上げるとしたら、パンチの、ね、数ですね、当てる数を増やしていく。ああ、そうですか。はい、この左ボディが当たりました。ボディ打った後にもう一度、ね、攻めに入るなど、そうするとね、あのバイソンですよね、だいぶね辛くなると思うんですよね。はい、山中さんも今うなずきを見せましたが、はい、そうですね、まあ、ただこの、4回に入ってから、アクビ選手より、攻撃の意識は強めていますよね。はい、はい、打って数も出ていますし、まあ、ただあのジャブは常に有効なんで、ジャブからどんどんパンチはつながるんで、どんどん出してほしいですね。はい、左のボディがだいぶちょっと、ね、やがってきてる感じがしますよね。あ、バイソン側がですか。はい、はい、ここも左を出していく。右だけではなくて世界を見据えて、あ、ここも左ボディです。ナイスパンチ、右を打ちます。対戦相手はここまでキャリア無敗のフィリピンのジェイソン・バイソン。世界ランカーを今日沈めることができるかどうか有利悪意です。現在 WBA1 位に名を連ねている有利悪意、先日6度目の防衛に成功したウクライナのダラキアンが現在ベルトを持っています WBA。 さらには同い年のサニー・エドワーズが IBF 君臨をしています。
そういった中に割って入ることができるかどうか有利悪意。さあ手数は出してくるバイソン、ただコーナーに追い詰めた。ギアを上げるか悪意、いいパンチが出た右ボディ、さらにダメージを与えていく。ギアを上げたところで第4ラウンドが終わっています。岡山県の倉敷森安ジムで検査を重ねます有利悪意聖吾です。1月4日に日本のベルトを返上、 WBA フライ級では1位に今名前が入っています。ウクライナのダラキアン、さらにはイギリスのサニー・エドワーズ、フライ級の世界チャンピオンにはこういった選手が今構えています。名だたる強豪から世界のベルトを奪い、岡山のジムから初めての世界チャンピオンになることができるでしょうか。有利悪意聖吾です。Now, round five. はい、5ラウンドのゴングが今響き渡りました。左のジャブを先に出したのは有利悪意聖吾です。松井選手徐々にいいパンチが当たり始めてますね。ここも左のボディです。まあ、バイソン氏ね、何を打ってもパンチ返されるんで、はい、少しね嫌になってる部分もありますからね。ああ、そうですか、はい。またこのくっついた時にも、悪意選手のこの体の強さも、感じていると思うんで、より疲れは、出てきますよね。時間動き以上に疲れを感じているでしょうか、バイソンです。そこでの左ボディですから、やはりね効いてきますよね。はい、山崎さん、やはり赤の有利悪意陣営ボディを高評価ですね。近い距離で左のボディを打っていこう、そう話しています。はい、まさに今この近い距離でボクシングが展開されています。有利悪意、ここも左のボディです。陣営の言葉をしっかり聞いているでしょうか。第5ラウンドも1分を経過、残り2分です。ここまでは20戦戦って17勝 11KO という有利悪意聖吾。パンチは出してくるこのジェイソン・バイソンです。セレスさん、このバイソン手数は多いですが、有利悪意からしますとダメージというのはどうでしょうか。パンチは見えてもらっているのもらっているのガードレガーなので、ダメージというのは多分ないでしょうね。あ、そうですか、はい。ここも左のボディ、ボディいいですね。ここで手数を増やして心を折りたいですね。このボディの後にということですね。そうですね、だいぶ嫌がってますよ。パンチを返してくるのはバイソンです。山中さん、このボディの後に続けられない要因というのは何かあるんでしょうか。まあ、ボディの後に、少し離れた距離からワンツーというのも、一ついいかもしれないですね。あ、そうですか、一応距離を取って、近い距離でももちろんうまく戦えてはいるんですけど、はい、距離を取った時に、ワンツーのストレートというのは、効果的かもしれないですね。はい、まずは右を合わせていく有利悪意。先月日本のベルトを返上しました。世界挑戦に専念するこの有利悪意です。右のアッパーを打ってくるバイソン、細かくパンチを当てていきます。有利悪意、レフェリーが間に入って分けます。はい、どうぞ。バイソンかなり呼吸が荒くなってきました。リング横まで聞こえてきます。ああ、そうですか。少し口が開いて呼吸が大きくなってきたか、ジェイソン・バイソン。前半結構かなり飛ばしてね、強いパンチ打ってましたからね。はい、さあ、この反動というのがあるでしょうか。その疲れの中にこのボディですね。ですね、ボディのダメージもあるでしょうし、はい、カウンター右を合わせました。そして右のボディです。有利悪意、ちょっとよろけたか、バイソン。疲れが見え始めたフィリピンの対戦相手です。岡山から初の世界チャンピオン誕生となるでしょうか、倉敷森安ジム、有利悪意聖吾です。フィリピンのバイソンに対しては再三ボディで苦しめています。ここも左のボディ合わせていきます。これまでジムからは5人の日本チャンピオンが誕生、ただ世界のベルトを取った人はまだいません。
第14代日本スーパーライト級チャンピオンだった森保達也会長が開いたこのジムから初の世界チャンピオンへ。フライ級の10回戦後半に当たる第6ラウンドが始まりました。セレさん、ここまでの5ラウンドというのはセレさんどうご覧になりますか。涌井選手の、ね、もう完全にペースになってますから、はい、あとは涌、ね、井選手がどう仕留めるかという形になってますよね、山中さんはどうご覧になりますか。はい、前半から徐々に本当にダメージを与え続けているんで、まあ、あのこのラウンドから、まあ、あの接近戦でもそうですし、はい、遠い距離からいかにこう右をいいタイミングで当てれるかというところも注目ですよね、うん、いいタイミングで右を当てていきたい、うん、この有利涌井、まずはコーナーに追い詰めた、うん、右当てる、はい、今日涌井選手の左が本当にいいですよね。ああそうですか、はい、これまでの KO の多くは右ストレートで重ねてきました。ただ世界を見据え右につながる左のジャブ、まあ、さらには左の上下の内訳に取り組んできました。右大きく振ってきたバイソンです。山中さん、この有利涌井の自身の右以外に取り組む姿勢というのはどう評価しますか。右以外も本当にジャブもいいですし、ボディ近い続いた時のボディ攻撃もいいですし、あのガードもしっかりしていますし、うん、戦い方としては非常にいいですね、はい、対戦相手は WBC ライトフライ級の16位バイソンです。まあ、ただ有利涌井本人はチャンピオン以外はランキング1位も16位もみんな同じですとそう話していました。油断はしませんと語っていた有利涌井、左当てる、さあ右で顔をこづきました。ちょっと嫌がっているのはバイソンか、ボディを返してくる、ごまかしてますからね、はい、ああいう風な戦い方をして、これは少し時間を稼いでいるというところでしょうか。一度パンチを避けます。左で当ててきます。少し、ね、ロープに詰めて手数ですね、ちょっと数をまとめたいですね、はい、世界前哨戦、勝利だけではなく内容が求められる今日の一戦です。さて手数を増やすことができるかどうか、うん、あここはもう半身ずらして距離を取ってくるバイソンです。左のボディ、このボディの後に手数または離れてワンツーといったコンビネーションが出てくるでしょうか。右のアッパーを見せた有利涌井です。ここまでプロキャリアでは2敗、一つは中谷潤人との対戦でした、うん、相当疲れてますね、ダメージもそうですけど疲れがありますね。一度マウスピースをはめ外します、はめ直します。ここまでは中谷潤人、さらには5年前に戦った世界ランカーとの2敗しかありません。有利涌井聖吾です。戦った相手が世界チャンピオンになったことはすごく刺激になった、自分も続きたいと意気込んでいた有利涌井、第6ラウンド手数を返してくるのはバイソンです。明らかに嫌がっているのはバイソンか、左のジャブから右ストレート、距離を詰めた。ここで第6ラウンドが終わっています。第6ラウンドでは左でまずこのバイソンの顔面を捉えました。この世界前哨戦の後半、さらに手数を増やしていけるかどうか、有利涌井聖吾です。2020年に高校時代から交際していた妻ゆめさんと結婚、まあ、長女さとさん、さらには先月次女ことのさんが誕生し2児のパパになりました。しんどい時は家族が頭に浮かんで頑張れると、そう話していた有利涌井聖吾、今日は応援に来られていない岡山の家族に向けて勝利を届けることができるでしょうか。第7ラウンドゴングが鳴らされました。ここもプレッシャーをかけていく有利涌井です。ジャブを繰り返していきます。試合を通しても有利涌井が下がるというシーンはほとんど見られません。
ここも下がるのはバイソンです。岡山のジムから初めての世界チャンピオンへ、まあ、自分が世界タイトルを取ってその光景をみんなに見せてあげたいと語っていましたユーリアクイ。 WBA、はい、少しアクイ選手、ね、右を、ね、狙いすぎてるかもしれませんね。あ、そうですか、はい、そのあたりというのは自身で気持ちの焦りというのがあるんでしょうか。いや、焦りはないと思いますね。あの綺麗に倒していく気持ちがやっぱ、ね、強いんじゃないですかね。はい、山崎さん、赤のユーリアクイ陣営ですが、とにかく落ち着いて落ち着いてという声も飛んでいますし、右を狙いすぎないという声も飛んでますね。あ、やはりセレさん、そのあたり陣営も理解をしているわけですね。いや、今展開的に今一方的になってますから、はい、どうしても、ね、選手としては、ね、綺麗に倒して倒そうという、ね、気持ちが出ますからね。うん、今日の対戦相手は11戦10勝1引き分け、まだ負けがないというバイソンです。いいですよ、左から右コンビネーションを見せる。当たった通りどれだけ、ね、パンチをまとめられるかですね。はい、回転率を上げられるかどうか、キレのボディ、このあとさらにパンチを続けられるか。ユーリアクイ成吾はここまで17勝で 11KO を積み重ねています。右のボディです。山崎さん、はい、青バイソン陣営、距離が縮まるとホールドホールドと接近戦を嫌がっています。ああ、そうですか。ここはユーリアクイの左のボディです。ここも左のボディ、世界戦に向けて磨いてきた左のボディを続けていきます。左のフック、WBA ウクライナのダラキアン、さらにはエドワースといったそういった世界チャンピオンに割って入るため、今日世界前哨戦戦っています。まあ、パンチを返していくのはバイソンです。バイソンパンチはしっかり返してますけども、いっぱいいっぱいというところもありますんでね。さあ、第7ラウンドも残り10秒です。パンチをまとめたら、ね、気持ち折れますよ。その気持ちを折るためにパンチを重ねられるかどうか、ユーリアクイタイミングを見ましたが、ここでゴングが鳴っています。第621回ダイナミックグローブフライ級の10回戦世界前哨戦、バイソンに対して着実にパンチを当てているこのユーリアクイ成吾です。勝利だけではなくて内容が求められる今日の一戦、この後このバイソンをリングに沈めることはできるんでしょうか。今日は文字通りの世界前哨戦、ここで止まってしまうとその後に時間がかかってしまう、そう意気込んでいたユーリアクイ成吾。8回目 Now round 8。さあ、第8ラウンドのゴングが鳴りました。左のジャブから入りましたユーリアクイです。右を当てていく、お互いの左が当たりました。セレスさんはこのラウンドをどのあたり期待しますか。そうですね、もうバイソン選手がいっぱいいっぱいなの分かりますから、はい、大きなパンチだけ、ね、気をつけながら、ね、フィニッシュに持っていってほしいですね。はい、フィニッシュに持ち込めるでしょうか。第8ラウンド、今日のメインイベントは10回戦です。残り3ラウンドでこのバイソンを沈めることができるかどうか。一つ呼吸を整えましたユーリアクイ。左を当てました。そうですね、セコンドも言ってますけど、はい、ここで左ジャブっていうのもどんどん出してもいいと思いますね。はい、その左ジャブの意図といいますとどのあたりでしょうか。完全に嫌がらせるという意味でもそうですし、はい、まあ、次のパンチにももちろんつながりますし、まあ、バイソン選手も、ダメージ、まあ、疲労、本当にもうギリギリのところで戦っていると思うので、はい、まあ、いいパンチが当たればまとめてもいいと思いますね。アクイ選手、はい、手数はバイソンです。ここも右を振ってくる、細かく当ててくるバイソン。あっと、少し笑みを浮かべたか。
現在 WBC ライトフライ級のアジアチャンピオン、そしてライトフライ級の16位に名を連ねているバイソンです。まあ、今ちょっと悪意でクリーンヒットをすごく狙いすぎている感じがするので、はい、ガードの A でもいいので少し手数をまとめたいですよね。その方が、ね、バイソン選手が、ね、嫌がると思いますね。まあ、陣営からも今日の試合の途中では落ち着いていこうという声がかけられていた有利悪意。山中さん、はい、世界を見据える上で選手方にやはり内容というところで、うん、そうですね、そういうところで、ね、なかなか右を見るっていうところはあるんでしょうか。ナイス、はい、取っていきたいですね。さあ、ロープを背負わせた、コーナーを背負わせた、手数を増やすことができるか、ユリア・クイック、ここもいきなり、そうですね、あの右にストレートが当たる距離、あの距離でどん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 打ち込むというのもいいかもしれないですね、はい、近づきすぎずに。飛び込んでそのパンチを当てていくことができるかどうか、打ち合いになりました。現在27歳、ここでもたもたすることはできないと語っていたユリアクイ。さあ、息荒くパンチを返してくるのはバイソン。2022年の12月に2児のパパになりました。岡山で応援してくれる家族に向けて勝利を届けることができるかどうか、ユリアクイ、コーナーを背負わせたところでここもゴングが鳴っています。現在 WBA はフライ級の1位に名前が入っているユリ・アクイ・セイゴです。世界前哨戦残り2ラウンド、セレスさん、この残り2ラウンドどう戦っていくべきでしょうか。そうです、多分アクイ選手といえば倒しきりたいと思うんですよね、倒しきるためには僕ならですけど、はい、まあ、詰めた時でもう手数をとにかく出しますね。とにかくガードレードも構わないので手数を出していきますね。はい、はい、山中さんは残り2ラウンドですけれども、はいはい、そうですね、バイソンも必死に、攻撃手数というのは出してくるんですけど、その後にでも一気に逆に畳みかけたいですよね。相手が多く、もう相手は絶対心折れると思うんで、はい、うん、攻め切ってほしいですね。ラウンド9。さあ、相手の心を折る残りの2ラウンドになるでしょうか。有利悪意聖護です。対戦相手はまだキャリアで負けがないジェイソン・バイソン。距離を詰めていきます。一つパンチを当てました。こういった後に手数を増やしていくことができるかどうか。対戦相手にキャリア初の黒星をつけて心を折ることができるかどうか。ユリアクイ左を振ってきます。左のジャブ、右ストレート、ここも右を振っていく。ギアを上げてくるのはバイソンです。左のジャブ、右ストレート、左のボディから右ストレート。いいですね、セレさん、この辺り少し手数増えてきましたか。いいですね。さあ、第9ラウンドも1分経過、残り2分です。相当効いているというか、ね、もう気持ちを折りかけてますからね、はい、あとしっかり折るためにはやはりもう一つ手数を増やすというところでしょうか。さあ、ここもロープを背負わせてリフリーが間に入って分けます。第9ラウンドも残り半分、左のジャブから右のアッパー、これすぐに、ね、リターンしたいんですよね。はい、この後ですね、もうすぐリターンしたいですよね。ここは右合わせていく。ナイスボディ、効きましたよ。いい左のボディが入った。もう効いて行きたいですね。さあ、下がったバイソン倒せますよ。第9ラウンドは残り1分。さあ、このラスト1分、リングに沈めることができるでしょうか。どっかでちょっとまとめてほしいですね。はい、リターンしてまとめたいですね。左のボディ、右ストレート、いい右が入りました。場内からもう拍手が沸き起こった後楽園ホール。ここまとめたらいけますよ。いけます、いけます、いけます、いけます。最上がっている、上がっている、チャンスですよ。キャリア無敗の世界ランカー、沈めることができるかどうか。チャンス、チャンス。岡山から世界へ、世界前哨戦の有利悪意、
右当てていく、残り30秒まとめ切りたいですね。まとめ切れるかどうか、ユーリアクイ。まずアッパーを一発当てます。左右ストレート振り下ろしていきます。バイソンは距離を詰めてきます。ここもタイミングよく2発当てる。右のストレート、右のボディストレート、着実にダメージを負わせた第9ラウンドです。世界フライ級のタイトルマッチの前哨戦です。コーナーを背負わせて、この左のボディも当てていきました、ユーリアクイです。さらにはこの右ストレート、カウンターで返していきました。各団体の世界ランキングに名を連ねるこのユーリアクイ。さあ、ここまでキャリア無敗のフィリピンの世界ランカーを沈めて、世界タイトルマッチにつなげることができるんでしょうか。この後ラスト10ラウンドです。ラウンド10 Now last round。 さあ、世界前哨戦ラストラウンド、ユーリアクイ、どんな形での勝利となるんでしょうか。対戦相手のジェイソン・バイソン、少し目のあたりが腫れてきたでしょうか。ダメージがうかがえるジェイソン・バイソン。セレスさん、この第10ラウンドもう倒しきるかというところでしょうか。そうですね。その手数を増やすためにはどんなところ必要でしょうか。ここも右を振っていく。とにかくね、もうパンチ、もうガードレードもいいから、うっと、もう諦めると思うんですけどね。柔らかさ向かうの10ラウンドどうでしょうか。先ほどの9ラウンドでももう一歩というところだったんですけど、はい、もう本当に手数をしっかりと出し切れば、ストップに持っていけると思うんで、はい。さあ、ここは恐れず手数を増やすことができるかどうか、ユーリアクイ。左を伸ばす、右を返します。右のボディストレートを打ってくるジェイソン・バイソン、ここも振ってきます。左です。セレさん、バイソンもこの試合で勝利をつかみ取るためには、もうこのラウンドを取りに来るしかないですからね。もうバイソン自体も倒すしか、もう KO する以外はないですからね。はい、ここも細かく当ててきます。ナイスボディ。山中さん、この第10ラウンド、有利側にはダメージはあまりないと見ていいでしょうか。そうですね、ダメージは有利選手はほとんどないと思うんで、はい、まあ、近い距離でも離れた距離からでも、パンチをどんどん打ち込むことが必要ですよね。はい。さあ、ラストラウンドも残り時間半分を切っています。ここは接近戦、3度目の日本タイトル防衛となりました古川拓也との試合でも、不意をついてきたこの接近戦を制しての日本タイトルの3度目の防衛となりました。数々の強者を倒して守ってきた日本のベルトを返上、そして世界に羽ばたこうというこのユーリアクイ。さあ、第10ラウンドも残り1分を切った。最後、このバイソンを沈めることができるか。ただバイソン選手もやっぱり粘れますね。対戦相手もここまではキャリアで負けがありません。やはり無敗な選手だけありますよね。最後の一発を打たせないですよね。世界ランカーとの対戦もあった中で負けがないというこのバイソン。さあ、ラストラウンドも残り30秒、倒しきれるか、ユーリアクイ成功。左のジャブからもう一度左、コーナーを背負わせた。ナイスボディ、来ましたよボディ。いいボディが効いた。さあ、残り12秒。さあ、世界前哨戦、お買い物ジムから初めての世界チャンピオンへ、世界の頂に近づくためにこの前哨戦フルラウンド戦い切りました。戦い切ったバイソンは笑みを浮かべ、一方のユーリアクイには笑顔がありませんでした。この試合内容、両者はどう捉えているでしょうか。
採点の結果をお知らせいたします。ジャッジ染谷道明、同じく寺山修平、同じく田中浩二、三者ともに100-90、3-0の採点をもちまして、勝者赤コーナー有利アクイ成功、判定3-0で世界前哨戦勝利を収めました。岡山のジムから初の世界チャンピオンへ、有利アクイ成功、また一歩歩みを進めます。勝ちました有利アクイ。